お待たせしました。今日も見に来てくれてありがとうございます。こんばんは、たかしんさん、じつうさん、ありがとうございます。アイスレモンさん、バラありがとうございます。しんいちさん、お疲れ。じんらいさん、お疲れ、ありがとう。かんさん、じつうさん、クックさん、ありがとう。しおなさん、とおるさん、じんらいさん、あなてぃさん、ありがとうございます。さわっちゃさん、玉茶さん、あきもさん、大吉さん、ひろし BKK さん、しんさん、ありがとう。まだアプリをアップデートしないから新しいギフトと思われるものが空白なんだけど、ちょっと、あ、表示された、表示されました。音符だ、音符のギフト今日から始まってますか。中田さん、お断りです。クロさん、お疲れ。新一さん、お断りです。さゆっちさん、レフトさん、としさん、しゅんさん、メロン、ちょっとガサついてるんですけど、寝起きだからガサついてます。体調はめちゃくちゃ元気いっぱいです。エリオさん、コウジさん、カードリさん、しんちゃんさん、ありがとう。そらそやかさん、ありがとう。みつるん、ありがとう。こんばんは。アルテミスさん、あいたかさん、しゅんぼうさん、ありがとう。石川先輩、お断りです。やすさん、ありがとう。全員読めてるかな。あ、ゆうたくん、ありがとう。くろさん、みきやくん、ありがとう。マクールさん、ありがとうございます。レネさん、けんけん、じつーさん、みきやくん、ひろっちさん、かいちゃん、くろさん、ありがとうございます。こんばんはです。ちょっと今日はいっぱい動いたから、もう前髪が今にも浮き出しそうで、ちょっと眉毛がね、出たがってます。メール来た。お、メール送りました。仮眠から目覚めたメール送りました。明日でお話し会の受付がラストになります。お話し会、明日13時まで、なんと幕張はラスト受付、ほい、あ、コメントが長すぎますと言われた。お話し会再販明日、コメントが長すぎますって、そんなの言われてもね、言いたいことを短縮した結果がこれなんだから、ちょっと我慢してもらっていいですか。9月22幕張ラスト、びっくりマーク入れさせて、25文字ギリギリで、コメントが長すぎますって言われた。もうちょっとケチやな。25文字いいよって言ってくれたっけ。25文字書いたらコメントが長すぎるって言われました。お話し会再販明日13時まで、幕張はラスト月期、お、いけた、いけました。カイさん、ハートありがとう。カズキさん、チャーミーさん、トシヤさん、クーラさん、ポストさん、ワウワウさん、ジャーパングさん、村上さん、右田ピポさん、フレーベさん、シオナさん、コウさん、浜松の IH さん、ジンライさん、ありがとうございます。ひろくまさん、お断りです。きなこさん、しえちさん、ありがとうございます。こんばんは。スカイホエールさん、たかしんさん、レフトさん、ビーディーマーさん、玉茶さん、コウさん、ありがとう。お疲れ様です。ちょっと寝起きで、とりあえず目覚ますために歯だけ磨きました。歯磨きして、あ、ほんと2時間目も、お、2時間目と4時間目が、
今から書いて説明しよう。1,2,3,4 あって、今3が完売です。で2と4が残りわずか、残りわずか枠になっているので、ぜひお待ちしています。ぜひ新衣装を近くで、新衣装の縫い目まで見てください。新衣装 の、 あの踊りすぎてほつれてる部分まで見てください。いっぱいとにかく見てください。とにかくとにかく見てほしい。とても可愛いです。6月、画用紙に書くね。22日、そうだ、1時間目もぜひだよ。始業式がありますよ、土曜日。ぜひ MV の感想も聞かせてください。ミュージックビデオの感想、1,2,3,4。今回私は4分の人なので、今6月22日幕張メッセ1,2,3,4あって、3時間目が完売です。完売、完売です。そしてこの2と4が三角、残りわずか、残りわずか枠がこちらとこちらになっております。もしもしよろしければお待ちしております。よろしくなくてもぜひ前向きにご検討いただければと思います。幕張メッセ、幕張メッセ、明日で締め切りでございます。もう明日を過ぎると申し込みができなくなってしまう日程なので、他の日程は、他の大阪とか広島とかもぜひ申し込みしたいよって方はぜひ申し込んでほしいんですけど、いや幕張にしようか広島にしようか悩んでる方も、幕張が明日でラストになりますのでお待ちしています。お、オンラインのみで、ぜひオンラインも待ってます。オンライン、オンラインの方もお待ちしております。オンラインのメリットは職場からでも出先からでも参加できるところと、交通費がかからないというところでございます。他にもね、きっとそれぞれ参加する方によってメリットがたくさんあると思う。私が想像つかないようなメリットもきっとあると。これでもうラスト再販の日程が幕張メッセでございます。こんばんは。直接会えるお話し会のメリットは、同じ空気を吸えることと、推しメンが吐いた二酸化炭素を吸えること、そして直接顔を見てお話ができることで、ものすごい電波が悪い環境でも関係ないということ、もうリアルで会えるから、まあ受付の時に電波はちょっと必要になるんですけど、実際には。あとはグッズがネットよりも早くゲットできるとかですかね。こんばんは。あと現地は他のメンバーのレーンを覗き見できること、覗き見できることと、他の人に釣られて推しメンに修羅場の時間を過ごさせてしまうことですかね。まあこれはデメリットでもあるかもしれないけど、まあメリットでもあります。
はい、あとは生誕とかのセレモニーがあったりすることかな。まあ、いろいろ楽しいイベント盛りだくさんでございますので、ぜひお待ちしています。よろしくお願いします。今日は朝から一日いっぱいいっぱいいっぱいね活動してきたんですけど、また情報が話していいようになったら話したいと思います。だから今日はもう朝からずっと一日夜までメンバーとお仕事したんだけど、話せることが何もない。今日の差し入れがカヌレだったよっていうのと、煮たやっていう私の好きなおにぎり屋さんのおにぎりだったよっていうのと、朝ごはんのサンドイッチがめっちゃ美味しかったけどめっちゃむくんだよっていうのと、話せる話が食べ物しかない。あと帰ってきて1時間仮眠取ったよってことかな。アルバム期間はハーフアップが増えると思います。今日もハーフアップなんですけど、前回のシングルの時は何だったっけ、私髪型なんか髪型がそうシングルとかによってジャケ写の髪型とかが増えるんですけど、アルバム期間はハーフアップがいっぱい見れると思います。いっぱいいっぱい見ちゃいます。ぜひいっぱいいっぱい見てください。ちょっと今日はもう巻きが取れちゃった。めっちゃ巻いてもらったので、また綺麗な姿はその今日のお仕事内容解禁されたら見てください。ああそうなの、フニュタン、そうなんですよ、フニュタン、広島ドラゴンフライズのフニュタン、フニュタンって呼んでるけど、フニュ選手がそう対談、他のチームにもう今ねそのバスケのシーズンが終わったから、その移籍とかの季節になっちゃって、また知っている選手が、お世話になった選手がさ、またお別れになってしまいました。昨日ニュース見て、ネットニュース見てびっくりしました。そうなのよ、驚きでした、びっくりだよね。アナウンサーさんとかもそう、多分またお別れの季節が来る、年に何回かお別れの季節があるんですよ。アナウンサーさんも恋ラジでお世話になってるアナウンサーさんが、私毎週出てるわけじゃないから久しぶりに行ったら、あ誰々アナウンサーもなんかどこどこ県に移動になりましたよみたいな感じで、いつの間にか移動してお別れだったりとかして、悲しいね、悲しいです、とても悲しい。手を指せずにお別れするっていうのが、こんばんは、アルさん、ヒロさん、クロさん、ゼットさん、ヒロシ BKK さん、カズヤさん、アカシのカネジーさん、ミスターさん、マボスさん、おししかかたん、ありがとう、ヒーローさん、サンちゃんだよ、ニシさん、リキさん、マックスさん、めちゃきのこさん、マチャルさん、カエデさん、ジョンドーさん、マウナさん、カズキさん、ありがとうございます。マチャルさん、お断りです。ヒーローさん、お断りです。タカちゃん、お断り、ジロくん、お断り、チャンレナ、持ち肌さん、スカイホエールさん、ありがとうございます。やばい、寝起きボイスが治らん、寝起きボイス、私今週恋ラジな気がするんだけど、どうなんだろう、ちょっとサイト見てみよう。あ違うわ、今週ユナのなんだった、来週かな、ちょっと高校野球入る前に、高校野球で番組お休みになる前に回ってきたらいいな。今週うなちゃんで、もしかしたら来週か再来週か、もう高校野球明けか分かりませんが、いつか回ってくると思います。いつかな、
カズヤさん、回復薬ありがとう。ストーチのミニマロンさん、お断りです。ミッチー、お断りです。ナルシさん、ありがとう。こんばんは。あ、また相撲もあるのか。おお、じゃあ相撲と野球と被らない時に出演すると思います。マポスさん、ありがとう。これはきらびやかな人、きらびやかくまちゃん、ちょっと名前が分かんない。ありがとう。マポスさん、レインボースターありがとう。アルさん、本番ありがとう。緑茶さん、アルさん、シーチさん、ありがとう。このギフトの名前をちょっと見てみる。検索検索。このギフトの名前は書いてない。これ、うん、書いてないじゃん。ビリビリビート虹色ボイス、しかもウニ点々の方のボイスなのに、このなんかこのクマちゃんみたいなやつのギフトの名前わからん。誰なん。メビウスさん、サトコさん、ハートありがとう。何者なの。ほら、これは出てくるのに何者なの、誰なの、どこに書いとる。出てこんよ。私になき秘密かもしんない、隠されている。マンスリーの方、どこにお知らせ書いてんの。マンスリーの方のお知らせ来てないけど、どこに来てる。ないよ、お知らせボックスには。なんでやねん、秘密にされてます。悲しいわ、見つけられなかった、諦めた。 Z さん、アイスありがとう。マルさん、音波ありがとう。間違った、なんだっけ、ギザギザビートありがとう。レインボースターありがとう。あ、ショールームの X に書いとる。TikTok? TikTok のキングさん、マイキューさんのやつですか。パセリ、そろそろパセリないと思います、あれそれないと思う。今日上がってるやつだよね、マイキューさんと千穂さんとさやのやつですか。あれはあの全員じゃないやつ、うん、かな。全員じゃないかも。うん。あ、そうで、安住もいるやつ。そうそう、それは全員じゃないですね。何のメンバーかまた分かると思います。あのシングルとかの時も4人かな、毎回4人とかでやる、あのそういうなんていうの。後方のメンバーかな、フロント3人とかとか新キャプテンとかの組み合わせだと思います。ちょっとショールームのアカウント見てみる。ショールームのギフト説明投稿、書いてる。書いてないです、出てこん、出てこんよ、ないんだけど。やっぱ私にしか見えないギフトかもしんない、このきらびやかなクマちゃん。
ありがとうございます。またなんか判明したら正式名称出てこない。ねえ、なんで？きらびやかくま出てこないよ。こんばんは。ロックギフトが見て、ロックギフト見たよ。いないよ。もうアップデートしてないのからかな。そんな仲間外れにしないでよ。あ、案内はまだ見たい。そうなの？じゃあ予想をしよう。なんで名前かな、このくま。予想ネームはどんな格好だったっけ。ラプンツェル。でもなんか服装が違う。髪型はラプンツェル。何者なんですかこの子は。5月20日に会った。めっちゃ前やん。めっちゃ前やんけ。5月20日。ああ、見っけた。見っけました。プリンセスクマ。シンプルだった。プリンセスクマという名前でした。そしてこれはジャスミンの花瓶っていう名前だった。全然予想外れました。何がラプンツェルだ、まあ、プリンセスっていう点では合ってたけど全然違ったわ。シンプルだった。ありがとうございます。プリンセスクマ、ジャスミンの花瓶もありがとうございます。良平さん、かわいい、ありがとう。ブルーウィングさん、ありがとう。ジャスミンの花瓶ジャスミンの花瓶いいね、爽やか。ジャスミン、アズミン、こんばんは。ちょっと MV を見るかよ、やりたいな。みんな MV もう何回見ましたか。何回も見てくれた。昨日あの帰りのバスの中で、岡山から帰ってくるバスの中でさ、メンバーとこうやって見てたんですよ、 YouTube で。そのリアルタイムプレミア公開ので、コメントね、あ、もうすぐ私の出番だからパセリってコメントいっぱい来るかなと思ったら、やっぱ時差があるじゃないですか、ああいうコメントって、実況って。だからずっとマイキューマイキューマイキューみたいな書いてたから、サヤンかわいいサヤンみたいな書いてて、あ、そろそろ来るぞみたいな思ってさ、千穂ちゃん千穂ちゃんみたいなって書いてたから、お、次パセリやと思ったら、一人パで、あ、パ来たと思ったら、またマイキューかわいいマイキューかわいいって、一人だったんだけどって思って、そうそうなんですよ、一人だったんですよ、パーって書いてたの。ちょっとどういうことって、しかもパーの一文字だったぜひ YouTube コメント待ってます。じゃあみんなで鑑賞会しよう、愛の重さミュージックビデオ鑑賞会しよう。みんな端末もう一個あるかな、見ようよ、愛の重さの。ない？じゃあ配信終わってからぜひいっぱい見てください。愛の重さミュージックビデオ STU48 公式 YouTube にて公開中でございますので、ちょっとじゃあ私が見ながら言っていこうと思います。解説、解説も何もできないけど、自分のシーンしか分かんないけど。それでは
愛の重さミュージックビデオスタートです。走っています。とても走っている。これはマイキューさんが一人走っている姿から始まります。中村舞っていう名前でさ、ソロパートの歌割りがひらひら舞い降りてきたっていう歌詞なの、すごく良くないですか。はい、このサランのシーンのとこに映る方々はメンバーではありません。来たよ皆さん、私の歌割りです。私とアカリンさんの歌割り、注目ポイントはこのバスケをしているとこのフォームです。バスケフォーム、これは小学校の時に習ったやつをずっと守っている。お、サタロウの剣道もありました。めっちゃ JK サラちゃん。これは各メンバーの個性を生かしてくださってて、サイカリンはイラストが得意だからこうやって絵を描くパートだったりとか、私はバスケとか剣道とか、この後もねメンバーの特技を生かしたあのシーンが多くて。お、千穂さんが走り出した。どこへ行くんだろう。パスです。私のバスケシーンのシュートは外れてるんですけど、あれはあのシュートが外れてもこうひたむきに練習する姿っていうのを表してて、そうちゃんと理由があるんですよ。ただ単にシュート外してるんじゃなくてひたむきにこう努力するところをこう表したいっていう風に言っていただいて、この 2.5 期生のシーンがねすごく可愛くて、リオツンのなんかピースする一回一瞬ピースするやつがめっちゃ好きです。なんか尾崎さんはオーディションを何度も諦めずに受けているから、その気持ちでみたいな、その時の気持ちがあるから表現できると思いますって言われて、他のメンバーはどういう風にねそれぞれのシーンを説明されてるかわからないんですけど、私はそのひたむきに練習する姿、この自転車の止めるとこの走ってるシーンいます。先頭走ってます。あんまり顔映ってないけど足で見つけてください。大サビになりますよ。早送りされちゃった。ポーズポーズ集まる。無責任愛したこと。このダンスシーンが砂利だったので、そう砂利で踊るっていう経験初めてでちょっと苦戦したんですけど、途中でね新衣装に切り替わるっていう PR 舞台の MV をちょっと思い出すような、パチ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 、はい、これは夏服のメンバーと冬服のメンバーがいます。この MVとかジャケ写は上が半袖の子は夏服を着てます。で長袖のメンバーは冬服。
です。このバランスを、全体のバランスを見てこう組まれています。夏になったらみんな夏服を着ます。はい、ちょっとまだね、ちょっと喋り足りなかった。キングさん、音符、ユキさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。何タワーでしょうか。ありがとう、お礼を書かせてほしい。ちょっとじゃあ口頭でいろいろ解説したいな。このタイトルが逆さまになってる理由は私もわからないんですよね。わからないんだけど、それは多分それぞれのその考え方に委ねられているんだと思います。うん、愛が重すぎてこうひっくり返ってしまったのか、それぞれ考えるところなのかなと思います。何も説明はなくて、この MV が公開されますよって時に私もこういう風なあの文字なのを知ったから、ここのところは分からないけど、考察タイプかもしれません。愛の重さ、さが、確かにさが逆だったら愛のお餅愛のお餅になっちゃうから、田中美穂になっちゃうので、お餅で、確かにね、重さで良かったですね、ちゃんと確かに愛のお餅やばい。マイキューさんが走っていって、こう千穂さんを一緒に捕まえて走ったりとかしていて、最終的にこうみんなで集まると思うんですけど、個々が個々のエネルギーこう集まっていって、一人の力がこうみんなを動かしていくっていうコンセプトの MV になってるんですけど、そうだからこれから STU が新しくなるタイミングで監督がこういう演出を考えてくださって作っていただいたミュージックビデオになります。この日はあのすごく雨が降っている日でちょっとお天気がそう曇ったり雨だったりっていう日で、ダンス踊ってる間も雨が降ってきたりして、そうなんです、ちょっとねお天気は実は MV ではわからないけど雨が降っておりました。そうなのよ、こんばんは。いや、とにかくセンターのマイキューさんの表情がねとっても素敵なので、ぜひいっぱい見てください。多分見れば見るほど新しい発見があったりとか、なんかいろんな考察ができたりとかすると思うので、私は MV とか歌詞とか人の考察を読むのが好きなんですよ、自分ができないから。なので楽しみにしています人に任せる、ぜひいろいろ考えてみてください。バスケシーン、なんかフィッティングの時にもしかしたらジャージかもですみたいな言われてて、尾崎さんジャージかもですって言われたんですよ。で、え？だって2作連続ジャージですかって言ったら、え、聞いてませんか、尾崎さん今回バスケするんですよって言われて、え、知りません、バスケなんですかって、そこで知るっていう、フィッティングで、その制服姿のフィッティングで、まあ、ジャージになるか制服になるかどっちかですって言われて、で理由聞いたらバスケをするって言われて、知らなくて、で前回のシングルも私一人ジャージだったんですよ、バスケ。なんか前回のシングルの時はあのバスケをしてもらいますって言われて、分かりましたって。前の日とかかな、
結構直前にバスケをしますよって言われたから、あバスケするんやと思って意気込んで行ったら、ただバスケットボールを抱っこして座るっていう全然バスケじゃなくてただバスケットボールを持ってるだけだったんですけど、もっとなんかシュートとか決めるのかなって前回思ってて、ただこうボールを持っとく係だったから、今回ねシュートが打ててとっても嬉しかったです。うん、レベルアップしました。ついにシュートを打たせてもらえてとても嬉しかったです。そうなの、前回の MV の時にいらっしゃったスタッフの方もいて、その方に「尾崎ちゃんまたバスケ担当じゃん」って言って、嬉しいですね、過去のバスケ経験が生きて。あそう、みんななんか MV 撮影地に行ってくださっていてとても嬉しかったです。小島公園バスケシュート、いや次はどうなりますかね。なんかさ、アイドルのミュージックビデオとか見ててやっぱり分かるんです、分かるじゃないですか、バスケに限らず、あこの子絶対経験者やみたいな、ドリブルのつき方とかシュートのフォームとかで分かるから、なんかさモヤモヤするんですよ。絶対これ違うよ。なんかドラマとか映画とか見ててもめっちゃバスケ上手い設定とかだけど、もうそう違う、なんかおっみたいになるから、私のそのフォームが実際バスケをやってた方にはどう見えてるのか気になる、どう見えてるんだろうか、大丈夫だったかちょっとドキドキです。林藤夫さん、ジャスミンの花瓶ありがとう。キングさん、ビート、ギザギザビートありがとう。こんばんは。タワー、タワーありがとう。緑茶さんありがとう。ボイス、ボイスありがとう。ウニテンテンボイス、ありがとうございます。しんいちさん、ジャスミンの花瓶ありがとう。フォームが綺麗でした、やったー、ありがとう、嬉しい。MV 公開されたら見てねとか直会でそう言ってたのは、実はバスケシーンがあるからでした。へっへっへ。ウェンさんハート、うっかりあんこさんお断りです。にゃーすさんハートありがとう。ポニーテール、バスケはなんかその引きの映像で体育館の一個のそのゴールがある場所で一人練習してる姿っていうのを映したいから、もう遠く体育館がこうあって4つゴールあるじゃないですか、1個の体育館ってバスケコート2個大体あるんですけど、1個のゴールの片方を使ってるから4個あるうちの1個使ってて、でその対角線上の体育館の一番端っこにもういろんなスタッフさん、マネージャーさん、衣装さん、メイクさん、監督、カメラマンさんとか、もうすごい何人何十人、まあ、そんないたか分かんないけどのスタッフさんが見守ってる中シュートを打つっていうプレッシャーがめっちゃあってで、なかなかやっぱ私もさバスケやってたって言ってもさ中学生の頃だからもう10年前なんですね。だからシュートもさ決まらないかったり決まったりだったんだけど、
これはそのシュート決まらなくてもひたむきに練習する姿とかを撮りたいから入らなくても気にせずどんどん打ってくださいって言われて、もうただ無心でシュートをいっぱい打ちました。だから MV で使われているシュートのシーンがどのシーンかはちょっと分かんないんですけど、選ばれしシーンが使われてるんですけど、そうで最後はバックをこう取って走り出すシーンを撮ったんですよ。で走ったらもうちょっとゆっくり走ってくださいと言って、でもうめっちゃゆっくりちょっと小走りぐらいにしたらもうちょっと速くていいよみたいな、走るスピードとかも難しくって、でバックも自分のバックだからもっとこう実際の時みたいにこうもう拾い上げる、ゆっくりこう丁寧に取れなくても拾い上げて走っていくぐらいの勢いがある感じで拾ってみたいなのがあったりして、うわーこういうのドラマとか出てる人すごいなーって思って、一個一個の行動にさ理由があるわけじゃないですか、ドラマとかって、いやすごいなーと思った、その少しのシーンだけで。難しかった。MV の日はね差し入れでミスゾがありましたミスゾ食べて待機してました。そうなんですよ、いろいろこう教えてもらってやりました。あとネクタイのね制服だったんです。なんか最近のさ制服ってパチパチって止めれるタイプのさネクタイの制服とかあるけど、本物のあの衣装さんに結んでもらいました。結べないから結べないので衣装さんに結んでもらって、ミスと食べたよ MV の日は。だからメールとかを遡ったら あると思います、ドーナツの写真が。もしかしたらいやないかな、送らなかったかな、やめたっけな、送った気もします。いや送らなかった気もするけど送った気もする。いやどっちだったかな、もしかしたらあるかも。やっぱメールを取る特権はそういう あの時のあの写真これだったんかみたいなのがあるのがやっぱメールのいいところかなと思います、まあ、ショールームもだけど、これかってなると、たわー送らんかったかもしれん、衣装が映るからって思って、送ろうとしてやめたかもしれない、メール作った後で。送ったかな、送ってないかな、ちょっとこれからね、昨日からその MV のオフショットも公開していいようになったのでやっと送れます。今まではMV の時の写真は載せれてなかったんですけど、やっとねみんな昨日一気に載せ始めてて、ジャケ写とかもついに載せれます。遡らないと。タワーありがとうございます。ツバ
あ、そう、毎月3日の自己紹介メールはもう書いてるんですけど、ちょっと今日は最後に夜送ろうと思ったんですけど、ちょっとそれよりもお話し会のお知らせをしとこうと思って明日にします。もう先月の末ぐらいにはもう完成してるんだけど、ちょっとまた明日送りますね、自己紹介。忘れてたわけじゃないですよ意図的にちょっと今日送ってないです。いろいろちょっと送りたいやつ優先しちゃいました。待っててください。あのね、ツアーの移動中とかにこうちょこちょこ書いてて大丈夫だった、書けた。今月もこんばんは。色味をどうしようかな。今日は、今日って月曜日？月曜日か今日。なんか今日ね、朝がさめっちゃ早かったから、昼の12時とかなのに、12時とか11時半とかなのに、もうみんな夜の気分って言ってて、もう19時とかの気分って言いながら、今日はねもう時計の感覚もないし曜日の感覚もなくて、もう全部が狂ってしまっています。今日は月曜日ですね。昨日が日曜日か、昨日ライブだったの、ちょっと信じられん。ね、曜日がちょっと、明日は火曜日ね、ちゃんと覚えとくね。曜日わからんすぎる。だから毎日おはようメール書くときにこう調べてます、時計見て、あ、今日はこの曜日かと思って、毎日なんか実感ないなと思いながらメール書いて。 MV が公開されたということは、皆さんあとはジャケ写、間違った、アーシャを待つのみですね。いつ公開なんですかね、アーシャちゃん。こちらも公開されたらまた一緒に見ましょうすぐ一緒に見たがる。また一緒見よう。いつだろうね、まだかな。まだっぽいよね。でもなんかさ、コメントの感じさ、あのツアーのある会場ではもう 見たよみたいなね、もう公開されてますよみたいな人もいるじゃないですかメンバーはさ、モニターの映像とか見れないから、あ、そうなのって思って。そうなんですか。今はちょっとタワーのお礼を書いてるので、ちょっと下を見ています。うつむいているのはタワーのお礼を書いております。書
き書き中です。書き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 、ほい、できた。じゃん、タワーありがとうございます。バスケポニーテールにしました。 MV 見たからありがとう、ゆきさんありがとうございました。ファンレターもいつもありがとうございます。またぜひお手紙書きたくなったらお待ちしてます。お手紙っていうかはがき、絵はがき、なんて言ったらいい、なんだ、なんて言うんですかあれ、おしゃれ手紙みたいなありがとう。リリーフもよろしくお願いいたします。愛媛県楽しみです。待ち遠しい、もう今週の土曜日からリリーフ始まるメンバーもいるんですよ。大阪の子たちかな。あ、ポストカード、それだ、ポストカード、ポストカード手紙。こんばんは。今日もお仕事行く前に事務所でファンレターを受け取ったので、この後読むのが楽しみです。何が書いてあるかな。ワクワク。こんばんは。そう、今週の土曜日がリリーベ初日メンで、そんで次が川崎のメンバーがあって、最後に私たち愛媛メンバーがありますので、ぜひね、お近くの方、お近くではないけど行ってみようかなの方、ぜひお待ちしております。待ってるよ。平成天狗さん、ボイスありがとう。ボイス、ひろし BKK さん、レインボースターありがとう、ありがとうございます。広島駅の話し会じゃない、リレーでも待ってます。広島駅のやつは16名で出るのでよろしくお願いします。なんかあるんかな、発表とか。これまでの過去のリリーベのそういう発表系って何があったっけ。なんかあったりするよね、ないっけ。リリーベ配信あるタイプとないタイプがありますよね。ひろし BKK さん、レインボーストありがとう。たくさん、9日の公演も、そうだ、9日の公演も出ます。リコチとマイキューさんの生誕祭。あ、スペイベ確かにあるんかな、今回どうなんだろう、どうなんですかね。確かに、あ、そっか、あるか、特典なんかあれか、書いてたっけ、アルバムの詳細。お、日曜日行きます、待ってます。ブルーライブ楽しみにしています。いっぱいお祝いします。チコリータはいつも私の生誕祭を盛り上げてくれるので、私もリコちゃんの生誕祭を盛り上げられるように頑張りたいと思います。いっぱい頑張る、いや頑張りはしない、頑張るじゃなくてもう素で出る、頑張らずとも、もうお祝いの気持ちが溢れ出しちゃう。マイキューさんも、そうなの、トウカさんの日なんですよ。そうなんですよ、はい、そう言おうと思ってたんです。ですね、そのマイキューさんとリコチの生誕祭がある日が広島の大きなお祭りの日が重なってまして、しかもお祭りの最終日なんですよ。金土日であるお祭りの日曜日なので、もしかしたらその帰りの駅とかがすごい混んでるかもしれないです、バスとか。あとなんかその道が通れなかったりとか、なんかそういうのが
交通規制とかがあるかもしれないので、事前にSNS 等でチェックをして、帰りの新幹線とか飛行機とか、なんかそういうそれぞれの乗り物に遅れないように気をつけてみてください。そう、路面電車とかさ、でも路面はお祭りのルートじゃない方のこの道から多分ブルーライブだったら行くから、まだそんな影響はないかもだけど、そうバスとかだったらどうかなって感じですね。うん、行動に余裕持った方がいいかもしれません。なので、あと、はい、はいはいはい、もう一個あります。はい、広島駅からバスを利用される方は広島駅のバス停が変わっておりますのでご注意ください。6月の2日から、昨日かなから、広島駅の南口の方にあるバス乗り場が変わってて、で広島駅が新しくなるんですけど、その新しくなるこう建物の下っていうのかな、今まで通れなかったところをバスがこう通過するようになるそうなので、私もちょっとまだ実際の現場は見れてないんですけど、 SNS とかで流れてきてて、これファンの方も利用する方多いかなと思ってお知らせしようと思ってました。そういえば、そうなので、多分 X で見てもね、ネットで調べても出てくると思うんですけど、広島駅バス停って調べたら出てくると思います。ちょっと調べてみる、大事大事だよね、バス乗り場。うん、昨日から変わってますね。なのでちょっとその辺歩いてる人に聞こうと思っても、多分歩いてる人も変わったこと知らないみたいな方がいて、どこなんだって迷う可能性ももしかしたらあるかもしれないので、ぜひちょっと早め行動、余裕を持った行動でお願いします。でも分かりやすいと思う、駅の南口出たらすぐ分かると思います。左駅南口を出ました、左手が路面電車、右手に行けばバスって感じなので、そこの方向は合ってると思うので、今まで通りだと思うので、行ってみたら多分もう分かると思います。私もまた実際に駅に行ったら見てみとくね、説明できるように。なので、慌てず、あれバス停がないってならないように気をつけてください。新しくなっています。パセリはタクシー使うんでしょ、パセリは徒歩ですパセリはプライベートでタクシーは使いません。お仕事の移動でしかタクシーは乗りません。私は徒歩の人です。徒歩だよ。こんばんは。夜行バスと終電逃した時にやっと下調べという概念を知りましたそりゃもうやばい、行き当たりばったり人生すぎるよ。いやでも失敗して学ぶことがあるから、今失敗できたことで将来困らなくなったので OK、 OK だよ、大丈夫。うん、また同じ失敗を繰り返さなかったら大丈夫だよ。わからん、もう何年かしたらそれを忘れてまた同じ過ちを繰り返すかもしれんけど、いや広島駅からブルーライブはちょっと歩けないね、さすがに結構ありますね、距離本通りぐらいまでなら行けるかもだけど、いやちょっと分かんない、私の普通がちょっと分かんないから、私はもっと行けるけど分からん、歩いてみてくださいぜひ。私は歩いたことある結構あります距離、気をつけて、ちゃんとお天気予報も見てからね来てください。博多駅から HKT 劇場まで歩きました。それは相当歩いてる、え、やば、すごっ、え、めっちゃ遠いじゃん、バスですらさ、あの都市高速みたいなやつ乗るのに徒歩で、
会場から岡山駅まで、結構あるよね、昨日の会場から。おー、歩くの好きな方多い。中はペンが持てないのでパソコンでもいいですか？もうパソコンでもいいです。もう気持ちが嬉しいです。でも強制じゃないので、ファンレター絶対書いてよねっていうあれじゃないので、ぜひお手紙書きたくなった時とかに待ってます。マモルさん、ジャスミンの花瓶、グーさん、ヤハヤハさん、ありがとう音符、しんちさん、ありがとうスタンプ、もちはださん、レインボースター、ありがとう、ありがとうございます。今日は私はずっと室内でお仕事だったから全然歩いてない、歩いてはないけどいっぱい動きました。ずっと動いてた。今日はね、今日はお仕事何時間ぐらいいたんだろう、12時間、13時間とかもそんぐらいの時間で、3回はスマホなくした、室内で全然なくて、私ここに置いたのにないと思ってめっちゃ探し回ったら、なんか誰かがカヌレ、差し入れのカヌレが入ってる箱を私のスマホの上に置いてて、でそれが1個でしょ、カヌレの箱の下から発見したのと、なんか知らない充電器につながれてたのが1個と、あともう1個はシンプルに見逃してました。目の前にあったのに見逃してたのが1個。怖くない？充電されてるのが一番怖かったです。いや誰の充電器これみたいな。しかも私が置いたところじゃないところで充電されてて、え？って充電も全然ゼロとかじゃなく、まだあるのに充電されてて、びっくりした。優しさなのか、それともシンプルに間違えたのか、わからんけど、びっくり。めっちゃ探し回ったんですよ。え？ない！って言って、いろんなところこうやってめくって、紙の下とかこうやって。箱の裏とか見たくなくて、そしたら充電器につながれてました。怖すぎ。タンタン音符ありがとう。のりさんボイスありがとう。ボイスボイス。ゆたパパさんお断りです、ありがとう。ね、怖いよね。なんかさ、充電ならまだいいけどさ、つないでなんかデータを抜き取るみたいなやつだったらめっちゃ怖い。個人情報全部出ちゃう、家族の連絡先とかも全部出ちゃう、恐ろしい。スマホ結構メンバーねなくしがちです。今日も他のメンバーも結構なくしてて、スマホがないってみんな言ってた、あちこちで。ツアー中も結構聞いた。ライブ中ってスマホを舞台袖の邪魔にならないところに置いてるんですよ。でもいっぱいメンバーが置いてるから、オフショットとかをこう待機時間取ったりするから置いてるんですけど、もうすぐ行方不明になります。だいたいみんな同じ機種じゃないですか。だから見た目もほぼ同じだし、ケースがもうすっごい独特なやつとか使ってない限り、やっぱね形は一緒だからさ、みんなね探してる。結構レンネさんハートありがとう。いやフォンタブね、フォンタブ私も使ってたんですけど、レッスンの時にこうスマホで立ち位置表見る時に、あのビーズみたいなパールのフォンタブ使ってたんですよ。こう首から下げれるタイプの、そしたらもうずっとカチャカチャ踊るたびにカチャ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 って言うから、もう外しちゃった。レッスン中にもうダメだ、これはもう無理やと思って。キングさん音符ありがとう。私は今はプリクラ入れてます。プリクラ入れたりチェキ入れたりとか、日によってスマホケース違うやつ、スマホケースっていうか中身違うのにしてます。メールのお昼ご飯の写真ってノースリーブ？あれはノースリーブです。あれは衣装のジャケットの下がノースリーブです。新衣装の冬服のジャケットの下は
夏服を着てるわけじゃなくてノースリーブの服がある。暑かったからいっぱい動いてノースリーブでお昼しました。みんな結構今日暑がってた。そうです、ノースリーブです。そう、でもあの姿で出ることはないからメールとかでしか見れないかもしれません。あの10枚目シングルの衣装もジャケットの下はノースリーブでした。ノースリーブだった。その写真もあると思う。そのなんていうんですか、ステージとかに立つ時に見せることはないけど暑い時とかは脱いでます。今日はね暑かったんよ、いっぱい動いて。これ10枚目シングルのジャケットの下ノースリーブ。これ膝で寝てるのがソタロウです。これは去年の秋頃かなに撮った10枚目のジャケットの時の写真。確かにそう、衣装です。今日メールで送ったやつも衣装。あ、見せようと思ったけどまだ同期されてないかも。今日のやつもノースリーブ下に着てます。メール特権、メールをぜひ見てください。マッスンハートありがとう、エジリンハートありがとう、ジューザさんハート、キングさん音波ありがとう。これから暑くなるから皆さんもいっぱい水分補給とか服装管理とか頑張っていこう。頑張ろうな。ユニクロ感謝祭ってもう終わったの？え、終わった？もしかして、え、日曜日までだったよね。あー、いっぱい買っとくべきだった。レッスン着をね結構買いました。レッスン着のズボンをユニクロと GU で。終わっちゃったね。ユニクロ感謝祭って次いつあるんですか？どんぐらいのペースでやってんの？これって5年後とか？そんなじゃない？毎年1回はやってますか？年に2回とかやってる？三船さん音符ありがとう、キングさん音符、ユタパパさん、ジャスミンのジャスミンの花瓶ありがとう。そう、おにぎりのやつ、そうだよ、おにぎり。阿部寛さんもっと聞きたい、ありがとう。虹がかかった。もっと聞きたいんだって。何を聞くの？何を話したらいいの？何話したらいいんですか？今日のこと？パセリの話？パセは、あ、今日は差し入れでハーゲンダッツがあったんですけど、ハーゲンダッツストロベリー味を食べました。それでね、帰り際にハーゲンダッツめっちゃ大量に余ってるから1人2個目どうぞみたいな言われたから見に行ったらバニラとストロベリーが残ってて、お、どうしよう、あ、ストロベリーさっき食べちゃった、さっき違うやつにしとけばよかったと思ってバニラ選んで、でまた別の差し入れでお菓子もあったのでそのお菓子ももらって、あのインスタにあげてる、インスタストーリーにあげてるやつを作りました。創作アイス、ハーゲンもらった差し入れで、今日カヌレもいただいたんですよ。もうなんかすごい豪華だった今日の差し入れ、ありがたい、本当に幸せ。順調にブクブクしちゃうよ、ブク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 ね。ハーゲンダッツちゃん、スケオさん音波ありがとう。でもさ、ハーゲンダッツってさすごい高級なイメージあるけど、普通にお店とかで食べるソフトクリームとかの方がやっぱ高級じゃないですか。でもすごいよね、ハーゲンダッツには高級なイメージがついてるしさ、
スーパーに行くとさ、ハーゲンより高いアイスあるじゃん。ね。いっぱいあるのにすごいですよね。ハーゲンダッツといえば高級アイスって。ブランディングっていうの。ね。贅沢な感じがする。こんばんは。ゆっくり休みます。じゃあ11時まで配信したら終わりたいと思います。今日はもうずっと体を動かしてたから、もう明日にはきっともうひょろひょろです。多分ありがとうございます。足も良かったです。もうこの土日月今日までの3日間がもう足が持つかちょっと怖かったんですけど、もう大丈夫だったから、またリハビリ等頑張っていきたいと思います。頑張るでー。もう通うのがちょっともうめんどくさくなってきたから、もうそこを頑張らないといけない。今のところ皆勤賞なので頑張ります。継続継続、体のケア頑張る。こんばんは。おだしさん、ボイスありがとう。アルテミスさん、レインボースター。緑茶さん、アイスありがとう。ありがとうございます。ストレッチも頑張る。セグウェイって何？セグウェイってあれ、あのウィーン、ローラースケートじゃなくてキックボードですか。マポスさん、ボイスありがとう。ありがとうございます。ライン引きみたいなやつ、分からん、調べる。キックしなくても動くやつ、街中でさ、よく見るやつ。あ、これか。これ街中で見ないわ。これね。おー、バランス感覚難しそう。なんだこれは、すごいな。乗ったことないです。テレビでしか見たことない。これがセグウェイか。これいくらするんですか、セグウェイって。高そう。いくらすんの？もうなんかもうさ、すぐいくらするか見ちゃうようになっちゃった。わお、18万円。あ、違った、これ違う。あ、違うやつだった。あれ、教えてくれないじゃん。なんで、あ、ど、え、わお、わお、62万円でした。わお、ソールドアウトって書いてる。わお、すごい。62万とかあったらもう、はあ、すごいよ。62万あったら、うーん、私だったら矯正のやり直しをするかな。矯正のやり直しをしたですね。あとは何が買える。何でも買えるよね。何買えるの。ベッドがちょっともう古いので、ベッドと、でもなんか最近敷布団が恋しくて、敷布団もそんなん置けないから、なんですかね、なんかあるかいね、なんかいいもの買いたいです。こんばんは。バッチさん、ハートありがとう。しんしんしんくん、ハートありがとう。しんいちさん、小判。なるせさん、ボイスありがとう。あ、おだしさんもボイスありがとう。ボイスボイス。遠征費？おお、じゃあ旅行費にしよう。家族旅行に行く。専用劇場62万でできないよ。もう。
無理だよ。シルバニアファミリーでいいの？シルバニアファミリー ST の専用劇場、それだったら62万で全然できるか。緑茶さん、アイスありがとう。確かにできてはみんな入れないか。それだったら最後にまたお知らせしてから終わろう。みんなに、皆様、明日の13時でお話し会の再販受付が終わりになります。終わりじゃない、締め切りになります。そして今回の受付では6月22日梅雨真っ只中、幕張メッセ、こちらの受付が明日の13時で本当に本当に最後の受付となります。3時間目のツーショット会は完売ということなので、ぜひこの残りわずかな2時間目4時間目もお待ちしております。完売ありがとうございます。もう次の再販が始まるときにまた完売が復活していないことを祈りたいと思います。3度目の正直で明日の13時です。他にも広島会場 2days、 そして大阪12月、そしてオンラインもありますので、ぜひ皆様の予定が合う日にお待ちしております。ありがとうございます。すごい、残りわずか、おすすめとかしてないのに残りわずかっていうのがとても嬉しいです。ありがとうございます。幕張行きます。待ってるよ、待てるよ。体調に気をつけて過ごすね。あと、あ、もう20日後じゃん。20日後もない、20日もない、もう19日後。ちょっともう今日さね、今日気づいてると思うんですけど、この1時間半ぐらいでもう口に疲れが出てる。もう言葉が出てこないし、滑舌も終わってるし、いつもより、もうなんか全てがもうここの疲れに出てる。体はなんかそんな疲れた感じないんですけど、もう口元のもう全部ここに集結しちゃって、この後ゆっくり休もうと思います。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。ありがとう。もう歯カピカピよ。皆さんぜひよろしくお願いします。初めての方も、初めてじゃない方も、いつも来てるような方も、久々に行くけど覚えてくれているかなの方もぜひお待ちしています。よろしくお願いします。それでは本日はそろそろ就寝とさせていただきます。明日も頑張っていきましょう。皆さんも無理せずに過ごしていきましょう。雨とかでね、体調崩しやすい方とかもいると思うので、ほどほどで皆さん自分のペースで頑張っていきましょう。それじゃあ壇上に行きたいと思います。行きます。13位ワウワウさん、12位緑茶さん、11位ひろし BKK さん、10位アルテミスさん、9位しんいちさん、8位ゆたパパさん、7位阿部ひろしさん、6位カメさん、5位ゆうたくん、4位 Z さん、3位マポスさん、2位 G2 さん、1位ゆきさん、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。ありがとう皆さん。え、変わった？嘘、本当だ、変わった。もう一回読みます。壇上変わっちゃった。いきます。13位ひろし BKK さん、12位アルテミスさん、11位クワドリさん、10位緑茶さん、9位しんいちさん、5位ゆうたくん、
4位 Z さん、3位マポスさん、2位 G2 さん、1位ユキさん、ありがとうございます。ありがとう、教えてくれてありがとうございました。それでは皆さん今すぐ目つぶってもう寝てください。ありがとう、もう月曜日の夜という大事な時間を割いてくださってありがとうございました。あのスマホの充電をし忘れないように気をつけてください。アラームが鳴らない可能性があるのでね、ちゃんと充電してから寝てください。それじゃあおやすみなさい。また明日、ありがとう。